2021年からこう馬主になられて、はい、ここまでのこうご自身のこう理想通りに来てますか、うん、それともどうですか、思い描いてたこう馬主像っていかがですか。まあ、イメージ通りに行ったところもあるし、行ってないところもあって順調って感じですかね。まあ、調教診断だと6点みたいな感じですかね。6点5か7かっていう感じですかね。伸びしろを含めつつ、そうですね、まだ始まったばっかなんで。こう藤田オーナーと矢作調教師、こう熱い関係というか強い信頼関係を垣間見えますけど、そう、それ多いですね。矢作調教師はこう藤田オーナーの中でこうどんな存在の方ですか。やっぱり相性がいいっていうのもありますけど、やっぱり今回感じたのは本当にまあ、ドバイで もう次のケンタッキーの輸送の話とか、それに伴うその、まあ、ポニーみたいな一緒に連れていく話とか、まあ、すごく熟知してるんですよ。要は経験がある、まあ、世界に矢作と言われるだけ、まあ、やっぱり厩舎力があるっていうのはこういうことかっていうのを初めてなんか感じましたね。ちょっと厩舎力っていうのは今一つピンときてないところがあったんですけど、世界各国で、ね、G1 を勝ってる矢作厩舎ですもんね。まあ、よくは経験があるとやっぱりそこで起きうることで割と先回りして手を打ってるんで、そのスケジューリングというか計画性というのは見事だなと思いました。そして鞍上にはこう坂井流星ジョッキーが今こう乗りに乗ってる流星ジョッキーですけれども、はい、改めていかがですか。フォーエバーヤングには新馬戦から全部乗ってもらってますし、まあ、何も言うことないんですけど、出走前に一緒に集まって、ね、パドックで話した時に、走りもしないのに僕がすごい手汗をかいて緊張したんで、なんか乗る人は緊張しないのかなっていうふうに言ったら、まああんましないみたいです。それは頼もしいです。世界の舞台も慣れてますし、どんな会話されるんですか。あの辺りってもう我々ね、一般人がこう入れるところじゃないんですけど、あの辺りとは藤田オーナーはこうどういうふうに送り出す派みたいなのがあるんですか。こう例えば前回皐月賞の新エペラの時同じような布陣だったんですけど、あの時はサッカーの話してました。サッカーの話ですか。やっぱもう当日前にやるべきことはもう全部終えて、もう今更話したくないんですよね。だからいわゆる世間話をしてくれそうなんですね。ジロジロ見ていいですねとかって言ってももう仕方がないんで、もうまな板の上の恋みたいな状態で、まあ、僕は割とそんな感じが多いです。あとは任せるというような、はい、もうやるべきことは全部やってあの場に立ってるっていう感じですかね。一番のこうオーナーがこうどしっとしていただけると、でも心強いですよね。まあ、そうですね。僕がなんかどうなのとか心配事バンバン言われてもみんな困るでしょうし、藤田オーナーは例えばこのレースは勝ちたいんだってこう馬主になられて目標のレースだったりは、一番勝ちたいのは有馬記念で、まあ、次はダービーですけど、まあ、本当ダートこれだけダートで走るとこんな面白いんだっていうことをフォーエバーヤングに教えてもらったところもあります。ダートの面白さってどのあたりに一番感じたんですか。やっぱ海外のレースが充実してるし、ドバイワールドカップとか、まあ、サウジダービーとかとんでもない賞金のレースも、まあ、あるし、まあ、ケンタッキーダービーとかブリーダーズカップみたいな、まあ、すごく名誉のあるレースもあるし、まあ、海外も充実してるし、国内もなんかやっぱ充実しつつありますよね。ダート三冠路線が整備されて、これから日本でもダート人気が伸びるんじゃないかなっていう感覚は僕の中でもあります。それこそでも本当にシュバテソーラドライレーで毎年のようにこうドバイワールドカップも、ね、華やかになりますし、す、ね、サウジカップもすごいですけど、はい、まあ、そのあたりも照準には当然不動の中ではありますから、やっぱそれらでものすごい賞金をもらってるのを競馬関係者みんなシュバテソーラとかで目の当たりしたんでやっぱみんな色めきだってると思いますよ。やっぱりあの馬主オーナーの皆さんでもそういうサウジカップやドバイワールドカップってこう話題になるんですか。いやもちろんですよ。馬主もそうですけど、やっぱ調教師は機種も持ってるじゃないですか。夢が広がりますよね。そうですね。いや、国内ではダービーよりも有馬記念が、はい、やっぱり有馬記念だけは競馬やってない時期もずっと馬券を毎年借り続けてきてたんで、なんかやっぱ日本では有馬記念一度は勝ってみたいっていう気持ちは結構強いです。ない方もこう馬券を楽しむようなレースでありますもんね。 ありがとうございます。本当にお話尽きないんですけれども、一つだけいいですか、はい、僕はダビスタ世代で、勝負服が大好きなんですけど、下方のこのワインレッドの勝負服っていうなんかこうイメージとあったりしますか。あ、もう本当それこそワインが好きなんで赤ワイン色というか、そう
なんですね。そうなんですよ。いやもうじゃあそのワインレッドでまた有馬記念勝つ姿、ダービー勝つ姿楽しみにしております。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。